イスマイル・ガスプリンスキーイスマイル・ガスプリンスキーは19世紀後半から20世紀初めにかけてのクリミア・タタール人の社会運動家、著述家。日本では上記のロシア語表記が一般的だが欧米ではトルコ語のガスプラルという表記が多い。彼の姓はクリミア半島の温泉地ガスプラに由来する。19世紀のロシア帝国内のムスリム社会で 行われていた伝統的教育をアラビア語による宗教教育に偏重しているとして批判し、トルコ語を用いた実用的な西洋式教育の普及活動を行った。クリミア半島のバフチサライシにて、旧クリミア半国の貴族階級の家に生まれ、シンフェロポリのギムナジア、ボロネシの軍ギムナジア、モスクワ軍学校で修学した後、フランスとオスマン帝国へ留学した。 帰国後、1878年から1882年まで、バフチサライ氏の市長を務めた。市長を退いた後、ガスプリンスキーは教育改革に着手し、世俗的な科目を含む西洋式のカリキュラムを取るコ語で教授する学校を設立した。伝統的なマドラサなどでの教育に対し、この学校は新方式と呼ばれ、 ジャディード運動と呼ばれる改革運動の語源となった。1883年にはトルコ語とロシア語のバイリンガル氏テルジュマンを創刊し、地方行政、州務行政、教育制度の改革について幅広く記事を掲載したほか、各地のトゥルク系諸民族が理解可能な共通文章号の創設を訴え、オスマントルコ語を簡略化した共通トルコ語による 紙面作りを行った。このような主張は、ロシア帝国内外のムスリム社会に大きな影響を与えた。1905年のロシア第一革命では、アブデュルレシュとイブラヒムや、ユースフ・ワクチュララと共に、ムスリムの権利擁護のために、積極的に活動し、全ロシアムスリム大会の開催や政党を、ムスリム連盟の結成にも、中心的な役割を果たした。 娘シェフカガスプリンスカヤも女性教育活動家として著名である。ガスプリンスキーの主張はロシア当局からはハントルク主義と警戒され、ソビート連邦時代には民族主義者として否定的な扱いを受けたが、1970年代のクリミアタタール人の復権移行再評価が進んでいる。ありがとうございます。